ゲオルクビルヘルムは、プロイセン公ー及びブランデンブルク選定公。決断力に乏しい君主で、三十年戦争の混乱の中で内部に不一致を抱えて、カトリックとプロテスタントの両陣営を往復し、双方の軍にブランデンブルクを荒らされた。ゲオルクビルヘルムは、シュプレー下半のケルンで、ブランデンブルク選定公ヨハン・ジギスムントと、プロイセン公アルブレヒト・フリードリヒの長女。 アンナの間に生まれた。1616 16年に、プファルツ選定校、フリードリヒ4世の娘で30年戦争の発端を作った、フリードリヒ5世の妹である、エリーザベト・シャルロッテと結婚し、1620年に、後の大選定校、フリードリヒ・ビルヘルムを設けている。1619年、ゲオルク・ビルヘルムは、ブランデンブルク選定校となり、同時に、 母方の祖父から父が相続していたプロイセン行為も継いだ。この時代、カトリックとプロテスタントの争いは激化し、30年戦争が始まっていたが、ゲオルク・ビルヘルムを取り巻く状況は非常に複雑なものだった。ゲオルク・ビルヘルムの妹、マリア・エレオノーラは、スウェーデン王グスタフ・ニセ・ヤドルフと結婚していたが、グスタフ・ニセ・ヤドルフはルター派のプロテスタントであった。 しかしゲオルクビルヘルム自身はカルバン派、ブランデンブルクの枢密院と神聖ローマ皇帝、フェルディナント2世はカトリック、ブランデンブルクの住民はルター派であり、ゲオルクビルヘルムはどの勢力に味方しても必ず領内に争いを抱えることになったのである。ゲオルクビルヘルムは状況次第で同盟相手を変えたため、事態は混迷を極めた。敵味方を問わず略奪の対象となった。 ブランデンブルクは、ある統計によると、領内の人口が半減したとも言われるほどで、30年戦争を通じてドイツで最も大きな損害を受けた地域となった。デンマークと皇帝軍が戦った時期では、皇帝軍司令官、アルブレヒトフォン・バレンシュタインに略奪代わりに、領民から徴収した軍税をたびたび支払う羽目になり、1630年にバレンシュタインは、 諸行と妥協したフェルディナント2世に解任されたが、続くスウェーデン軍の遠征では1631年のマクデブルクの戦いにおける皇帝軍の虐殺に反発してザクセン先帝公ヨハンゲオルク1世と共にスウェーデン軍と同盟を結びカトリックと敵対した東プロイセンにおいても スウェーデン・ポーランド戦争でのゲオルク・ビルヘルムの立場は無力で1626年には東プロイセンがグスタフ2世やドルフに制圧されるありさまであったその後東プロイセンはゲオルク・ビルヘルムに返還されたがポーランドの創始下においてゲオルク・ビルヘルムの権力は及ばずポーランドスウェーデンの影響力のもとにさらされることとなったゲオルク・ビルヘルムの治世の後半 皇帝派でカトリックを報じる最小アダム・フォン、シュバルゼンベルクが国政を朗断し、選定校の実権は失われた。ブランデンブルクの兵は一応選定校に忠誠を誓ってはいたものの、同時に皇帝の命令も受けており、ゲオルク・ビルヘルムが力を及ぼす余地は少なかった。1632年にグスタフ二世が戦死してからはスウェーデンから離れ、1635年の プラハ条約で、フェルディナント2世と和解したが、スウェーデンから報復を受けることになり、1637年、スウェーデン軍に、ブランデンブルクを占領され、先帝公とその一家は、比較的危険の少ないプロイセンのケニヒスベルクに逃れたが、ゲオルクビルヘルムは1640年12月1日に、その地で没死した。ゲオルクビルヘルムの現存フリードリヒ2世はその著書、 ブランデンブルク選定効果の歴史の中でこう述べている。何よりもまず、戦争前にその領内において2万の兵さえ徴兵して指揮下に置いていなかったことで彼を責めねば、なるまい。彼の知性は、一族の訓行の中で最も不幸な時代であった。その国土は30年戦争であまりにひどく荒廃した、ため、 世がこの歴史を記述することによって、今にしてようやく彼の自責が認められるのである。ありがとうございます。